回路業は日本の小説家夏目漱石が1905年に発表した短編小説。アーサー王物語を題材にした創作としては日本初の作品であり、円卓の騎士ランスロットをめぐる3人の女性の運命を描く。本作のテーマをめぐっては、後年、文芸評論家の江藤厚史と小説家、評論家の大岡昇平との間に論争が起こっている。夏目漱石執筆時期は、おそらく1905年9月上旬から中旬にかけてで、雑誌、中央公論9月号に漱石の短編小説、かずよが発表された直後と推測される。これに先立つ同年1月には、雑誌、ホトトギスに掲載された、吾輩は猫であるが好評を得て、連載となっていた。漱石がイギリス留学から帰国して約2年後、38歳の時である。回路業は中央公論11月号において発表された。回路業と並んで掲載されたのは、幸田露伴、冬木葉、泉鏡花、女客、中村春雨、岸の明かりであり、江藤によれば、この時点で漱石はすでに一流作家として遇されていたとする。翌1906年5月には、回路業を含む7つの短編をまとめた、要居集が刊行された。漱石の著書としては、吾輩は猫であるに続く2冊目となる。回路業が掲載された、中央公論11月号の前ページを剥くには、作者の苦心と編者の苦心という短文が置かれており、これには、漱石氏に至っては大方ならぬ苦心をされて、17日間客を立って苦吟されたと聞いている。と記されていた。17日間とは、17日つまり1週間のことであり、回路業が400字詰め原稿用紙に換算して、およそ57から58枚程度の分量であることからすると、漱石は1日あたり平均8枚程度の割合でこの作品を書いたことになる。大方ならぬ苦心について、漱石は1906年7月18日付、小宮豊隆に宛てた手紙で本作について、しかしあんなものはホックを重ねていくような心持ちで、骨が折れていかないと述べており、和歌を読むように言葉選びに苦労したことが伺える。高浜虚子に宛てた手紙にも、吾輩は猫であるに比べて、回路業は5倍の労力がかかったと述べている。漱石が苦心した理由として、本作に採用した文体があった。この頃、日本の小説は、現代の口語体に近い原文一致体で書かれるようになっており、中央公論11月号に本作と並んで、掲載された他の3作はすべて原文一致体である。しかし、回路業のみは、漢文調を思わせる難解な擬古体で書かれており、江藤によれば、すでに半時代的になりつつあった、画文体である。ランスロットを見つめるシャロットの女。回路業では、エレーンのエピソードとされている場面。回路業は、作者の前書きと、夢、鏡、袖、罪、船と、それぞれ題された5つの章からなる。前書きにはタイトルが付けられておらず、マロリーのアーサー物語をもとに、テニソンのアイジルスを参考にしつつ、作者が随意に前後関係の変更や部分的な想像、性格の書き直しにより小説に近いものに改めたと述べている。なお、ここでの固有名詞の表記は一部の例外を除いて漱石の原文に従った。らっきょうの葉、回路業というタイトルは発表当時から難解な印象を与えたらしく、読者から問い合わせの手紙が寄せられた。これに対して漱石は、回路とは中国の古楽譜の題名であり、人生は海上の炉のごとく聞きやすしから来ていると答えている。また、画譜に基づき、古詩に属すものを行という。回路は次のような詩である。にらうはつゆ、なにやすきろき妙調さらまた、落ち人じに一挙難時期。回路は、漢の太陽子が自害し、その詩を悼んだ門人が作った詩で、王侯貴人の喪に用いられたとされる。つまり、貴人の棺を送る挽歌である。詩の前半、にらは、一般的にはにらを意味するが、中国では、らっきょうのことである。にらの葉は、幅が狭く、炉がとどまりにくく乾きやすい。このことから、住みにくい世に生きる、命の儚さの比喩になっている。後半では、自然の循環、再生力に対比して、人の命の直線性を語っている。シャロットの女、カイロ行は、15世紀に成立したトマス・マロリーのアーサー王の詩と、19世紀の詩人、アルフレッド・テニスンの国王牧歌及び、初期詩編、シャロットの女を漱石が自由に組み合わせ、変形した短編である。シャロットの女については漱石は前書きで触れていないが、テニスンが1842年に発表したアーサー王物語史の一つで、日本では1896年に坪内逍遙がシャロットの妖記として翻訳しており、現在確認できる日本最初のアーサー王物語関連の翻訳作品である。また、シャロットの女はイギリスでラファエル全波を中心に多数の絵画が創作された題材だった。漱石のイギリス留学時代には、ジョン・ウィリアム・ウォーターハウスが制作活動しており、ウォーターハウスが1888年に描いたシャロットの女の油彩は、テニスンの詩に基づく連作の一つである。この絵画は後にテートギャラリーに寄贈され、同ギャラリーは1897年から開館している。漱石の蔵書にはテートギャラリーのカタログが含まれており、実際にテートギャラリーを訪れて購入したものと考えられる。つまり、漱石はこのシャロットの女を見ていた。なお、シャロットの女とアストラットのエレンはもともと同じ話であり、二人は同一人物である。アーサー王物語において、本作のように同一の作品で二人が別人格として登場することは稀有である。同様に、地名のシャロットとアストラットも語源は同じであり、漱石はここからエシャロットそして中国のニラドの掛け言葉とすることを思いつき、カイロ行と命名したものと考えられる。カイロ行では、ギニビア、シャロットの女、エレーンという三人の女性を描きながら、その対象であるランスロットの魅力を逆説的に浮かび上がらせている。漱石は、カイロ行と同じ1905年に、幻影の盾を執筆しており、こちらは、アーサー王伝説に直接取材した作品とは言えないが、漱石が書いた、もう一つの騎士道物語であり、主君への忠誠と激しい恋愛との狭間で苦悩する騎士の姿は、カイロ行のランスロットと共通している。また、漱石が晩年近くに書いた、心では、お嬢さんをめぐって、先生とその幼馴染の K という三角関係が描かれ、アーサー王的位置にあった K が自殺した結果、先生とお嬢さんが結ばれてしまうという展開をたどる。このように、アーサー王伝説は日本で独自の解釈を経て造形され、浸透しているとも考えられる。大岡は、カイロ行のモチーフとプロットの構成から、解決されない最大のものとして、ランスロットの行方を挙げている。シャロットの女の呪いを受けた彼は本来死ななければならない存在だが、最後の模様は書かれず、行方不明としてぼかされている。その理由として、ランスロットの死は原作のアーサー王物語で、ランスロットがその後も活躍することと矛盾してしまうことがある。そこで、大岡はエレーンの小舟を導く白鳥を、ランスロットの化身とする解釈を示している。ランスロットには、白き兜の草帽という漱石独自の描写があり、白鳥に化身する伏線になりうる。また、漱石が1905年7月に、琴の空音を書いた雑誌、7人には、白鳥の騎士を扱ったワーグナーの歌劇、ローエングリンのテクストが掲載されていた。ヨーロッパのファンタジーの日本への移入は、明治維新以降の西洋文化の流入とともに始まっており、日本のファンタジー作品としては、夏目漱石の前に、泉鏡花の高野清が挙げられる。飛騨山中を舞台とした高野清は、筋立てを含めていかにも、日本の土俗的な幻想譚であるが、物語に登場する女怪は、ギリシア神話のキルケイを彷彿とさせ、しかもその描き方は、ラファエル全波に見られるような、19世紀に流行したファムファタール的な構図によっている。鏡花は12歳から16歳まで金沢の英和学校で学んでおり、宣教師の妹から西洋の神話や伝説などを教わっていた。一方、1900年から1902年までイギリスに留学していた漱石は、同地で目の当たりにしたアーサー王伝説を帰国後そのまま西洋の話として日本語の3文で書いた。ファンタジーの移入としては、鏡花と漱石は対照的な方法論を取ったと言うべきだろう。回路行の鏡の章のクライマックスは、シャロットの女に呪いがかかる場面であり、鏡はひび割れるだけでなく、氷を砕いたように粉々になり、剣譜が鏡のてっぺんと共に舞い上がり、糸はちぎれて女の体中に土蜘の春、網のごとくまとわりつく。また、強調として鏡の面に霧や雲がかかる描写があるが、これらは能の土蜘と関連がある。袖の章に登場するエレーンは白き胡蝶と比喩されており、胡蝶は土蜘退治の源頼光が病を得た時に看病する役回りである。さらにエレーンはランスロットを思い乱れるうちに、夢と現実を行き交い自問する。ここでは、胡蝶から漢文学の胡蝶の夢へと連想が飛翔している。このことは、エレーンの死期が迫っていることも意味する。最終章の船では、散ればこそまた咲く夏も、ありとして、エレーンの死が、漢詩、回路の最後の意味である自然の再生力を示唆する。秋の季語であり、涙の比喩である、炉の言及が増していることもこの章の特徴であり、このように、漱石は和漢洋の各要素をこの作品に集合させている。夏目漱石が留学生活を送ったロンドンの下宿先、発表当時の反応として、漱石自身は上述の小宮と豊かに宛てた手紙に、回路行を大変面白がってくれる青年が、おり、聖書より尊しとまで言ってくれて、文種の名誉もこれに極まれるわけだ。と報告している。また作品が掲載された翌月号である、中央公論12月号では、回路行のみ一人異彩を放つ、詩のごとき小説と評されており、内田百も本作が大好評を博したと1906年に証言している。1904年から1906年半ばにかけての約1年半の間、漱石は、吾輩は猫であると、同時期に、ロンドン島、カーライル博物館、幻影の盾、琴の空音、和代、回路行、趣味の遺伝の7つの短編を執筆し、さらに、坊津ちゃんを書いている。江藤敦史によれば、漱石の創作力が最初の本質を示した時期であり、とりわけ、漱石2冊目の著書となる、陽虚集の著作は、吾輩は猫であるの世界のいわば、低音部であり、吾輩は猫であるの社会風刺に対して、作者の内面にうがたれた実存的深淵の表現だとする。これに対して、大岡昇平は、吾輩は猫である、以降の漱石の作家的才能の開花は、日本近代文学史の奇跡的現象とは言えるものの、回路行では、まだ十分開花しきってはおらず、陽虚集は遅れた、若書きとも言える未熟さと、精巧さを持っていると述べている。夏目漱石は日本の近代文学を代表する小説家として知られ、吾輩は猫である、坊津ちゃん、心、夢十夜などの小説や文学論などの評論が明治以降の国語の教科書に採録されている。しかし、回路行についてはアーサー王物語を題材とした日本初の創作という位置づけも持ちながら、他の作品と比べて知名度が低く、教科書の再録リストにも載っていない。これには、まず題材の問題が考えられる。日本でのアーサー王伝説の認知度は低かった上、回路行において、漱石は、円卓の騎士ランスロットとアーサー王、王妃ギニビアの三角関係を盛り込んだ。大岡によれば、漱石が初めて貫通を扱った作品である。こうした、不動と草に加え、題名や文体が怪獣な印象を与えることも敬遠された理由と考えられる。文学研究者の南谷悟生は回路行で驚かされるのはその幾重にも凝った文学的意象であり、漱石が西洋文学からいかに多くのものを摂取していたかを物語っていると述べる。しかもそれをさほどの違和感を感じさせることなく、擬古文体の日本語に盛り込む手際は当時の日本において水際立っていたとし、例えば、夢の章の男女間の心理の交錯や、鏡の章での虚実、袖の章のエレンの内心に起こる、被害要誘や衣の袖を切り取る際に放つ、愛と死の攻防、罪の章でのギニビアの罪悪感の描写などを挙げる。また南谷によれば、漱石の独自性という点で、特に注目すべきは、シャロットの女の扱いである。すでに述べたように、シャロットの女とエレーンは、アーサー王物語において、同じ起源から分派した2つのバージョンだが、これを別人として登場させ、シャロットの女がランスロットに呪いをかける場面は、読者の知的探求心を刺激せずにはおかない。すなわち、シャロットの女は、塔に閉じ込められて、気を負っているが、彼女は鏡に映る世界をただ映すのではなく、鬱屈した情念を胸に、織物に象徴的な性格を与えていく。これによりシャロットの女は芸術家の偶意にもなっている。またこのことは、漱石がイギリス留学中、小さな部屋にこもって、時には書籍代のために食費を節約し、缶入りのビスケットをかじりながら、文学書を読んでは、ハエの塔のような文字でメモを取り、ついに強度の神経衰弱にまで陥ったという、伝記的事実を思い起こさせる。漱石がカイロ行にシャロットの女を独立させて入れた背景には、彼女に当時の自分の姿を重ねたということがあったかもしれない。これらにより南谷は、カイロ行は西洋の伝説の当然、漱石による日本語の新しい文学的テクストの創出、初期の漱石の文学的模索、絵画と文学という一種のメディアの交渉、人間としての漱石の生きた時代、伝記的事実とテクストの関係、そして祝福すべき解釈の豊穣性、そうした文学というメディアの複雑な生態を伺うには、格好のテクストの一つになっているとする。江藤を批判した大岡昇平と淳、回路行のテーマをめぐっては、江藤淳と大岡昇平との間に論争が起こっている。江藤は1975年9月に漱石とアーサー王伝説、回路行の比較文学的研究と題する論文を東京大学出版会から刊行した。これは慶應義塾大学に提出された博士論文を単行本化したもので、文芸評論家が書いた学術論文として当時話題になった。江藤の論文について、大岡は1975年11月21日付の朝日新聞夕刊に、回路行の本文について肯定し、漱石による書き入れと傍線のあるアーサー王の詩を検査したことなどは、成果としながらも、回路行を罪と死と破局の物語として、漱石の例であると世への挽歌であると結論していることは、江藤の変質による誤りとして、批判を展開した。これに対して、江藤は12月1日付で反論、大岡は12月8日付で、再び批判と朝日新聞紙上で論争が交わされた。大岡は、この前後にも、江藤探偵の推理は、いわゆる見込み操作、一つの偏見に導かれた、偏った論文などと批判を繰り返した。なお、漱石の恋人に関しては、江藤は本論文に先立つ1970年に著書、漱石とその時代において豊との不倫説を打ち出しており、これを否定する形で、小坂進による大塚直子説が提起され、先に論争になっていた。江藤の著書、漱石とアーサー王伝説の解説を担当した美術史学者で、東京大学教授の高階修二は、この商品の意味を解き明かそうとする江藤氏の分析力は極めて鋭利で、漱石の内部の最も根源的な部分にまで達しているため、それは漱石の全作品につながる、そしてさらには漱石の人間の本質にまで迫る重要な問題をはらんでいるのである。そしてこの漱石とアーサー王伝説において、それは厳密な学問的基礎の上に立つ一つの説得力、ある回答を与えられることとなったのである。と評価している。一方、立命館大学名誉教授の中原明夫は、留学、論争、恋文、夏目漱石、回路行の周辺、と題した文で、江藤のテニソンの読みでは、漱石の恋人イコールと世につながるのだが、テニソン艦自体があまりにも江藤流になっているのではなかろうか。大岡も指摘するように、江藤は漱石をあまりにも豊に関連づけて、ロンドンにおける漱石を描くのに偏りが生じたので、あろう、と述べている。また、群馬大学教授の南谷は、江藤が伝記的事実を作品解釈に使おうとするのに対し、大岡がテクスト自体を重視し、伝記的事実を解釈に援用することを排斥する立場、つまりテクスト論的立場に立っていると指摘しつつ、大方の読者は江藤の気持ちは理解しつつも、豊への晩夏説は気色が悪いと考えるのではなかろうか。推測だがと断って補足的に記述すれば、読者はずっと受け入れやすくなるであろう、と述べている。江藤論文に資料提供の形で協力した英文学者の高宮俊之は、学問的な論争は次第に感情的な争いになってしまったことが惜しまれる。それまで大岡と江藤は互いの業績を高く評価していたからだ、と述べている。高宮は大岡からも依頼を受けて、ウォーターハウスのシャロットの女の油彩の資料調査をしており、この時大岡は江藤と高宮が同じ慶應義塾大学で栗谷川文夫教授の門下であったことから、高宮の立場を心配してくれたという。ありがとうございます。